この新しく出てきたまただ。あの子とクロエはどう接していくことになるんだろう。この先には何があるんだ。あれはあ、なんだ。まだここか。写真か。解析してみよう。ダメだ。データが不足しているのなんかか。前もこんなことがあった気がする残りのデータがあれば。なのあれ。これ何？これあれ？か。なんでこんな植物強調されてんの？写真の方があるのに。これで修復されるはず。合わさった。二人の写真か。高校はいつも私に本を読んでと言ってきてたな。私の声が好きだなんて言って。わあ、微笑ましい感じ。これは何の本を読んでいたんだっけ。そうか。よう考えたら、高校って目が見えんけん自分で本が読めんのか。だから、クロエに読ませよった感じ。読んでもらえよって感じか。これだ。アポロンとダプネの物語。アポロン。その美しい一本の月桂樹が愛するダプネの変わり果てた姿だということに、アポロンはすぐに気がつきました。悲しい系嘆の話きなん悲かしな。むアポロンは月桂樹の枝葉をちぎって冠を作り、自分の頭の上に乗せます。そうしていつまでもいつまでもその命が燃え尽きる最後の時まで、ラプネの形見を永遠コクンってになっ生てきるてるよ。ことを 固くここで今ちょっ心とに誓体がったコんクだ。ンってなってたけど、お前寝てないか？お前寝てないか？お前さては。あ、起きとったわ。ね、なんて美しい物語なのかしら。愛を追い求める様は人も神様も変わらないのね。どうしたの、クロエ。いつも以上に息遣いが静かね。そうなん？私はこの結末に不満を抱きます。誰も報われないお話を美しいとは思えません。あら、報われない現実に一抹の救いをもたらすのが物語だわ。悲しいままで終わってはいけない。その感情に決着をつけようとする姿を美しいとは思わない。人も神様も。この後に何か打つあるんかな、キッチカツく何かって。それでも悲劇は悲劇です。ダプネは月桂樹となり、アポロンは彼女の一部を得られただけで、誰も得をしておりません。まあ、物語の終わりを損得勘定で考えるなんてひねくれているのね。育て方を間違えちゃった。何が座りたけど間違えちゃったじゃん。お前はおかんか。宝庫様に育てられた覚えはありません。だとしたら、この胸を大きく育ててくれてありがとうございます。怒らないで。どういうマッサージしたんですか？そうね。例えば私たちに置き換えてみたらどうかしら。もしも私が月桂樹になってしまったら、クロエは私の枝葉をちぎって冠にしてくれる？ それが命令であれば。それじゃあダメ。あなたの意思じゃないじゃない。ならあえてこう命令してみようかしら。私が死んでも私のものを身につけないで。クロエが命令に背いて私のものを身につけた時、あなたは人形ではなく人になるの。また一つ楽しみが増えたわ。楽しまれてるわ。何か楽しまれてるな。けどちょっと深い話をしとったな。人が人の言うことに背くとき、それが人形だったら背くことはないんやろうけど、感情がある人だからこそ背いてしまう。だからそれで、そういう行動をしたとき、人は人になるのだ。どういうこと？言葉ですが、皇后様がそれを知ることはできません。そうね、その通り。死んだ後のことなんか知る方法がなかったわ。いいえ、
あなたは死にません。なぜなら私がそばにいます。おお、かっこいいね。私があなたを守りますから。どうしました、コウコ様。いいえ、そうね、うっかり忘れてた。あなたは護衛のクロエだった。そうですよ、雇われてんですよ。ありがとう。こっちそら、あー、目開いた、久しぶりに。コウコがいなくなってから彼女の銃を肌身離さず持ち歩いてる私を、コウコは笑うだろうか。あ、そうか、自分の一部を身につけているっていう感じやもんな、これ。形見として、じゃあアポロンの話みたいな感じになっとんやな、今。私が人形から人になったと喜んでくれるのだろうか。そうやな、コウコだったら多分喜んでくれると思う。それでも私はわからないよ。悲しみに決着をつけようとあがいたところで、やっぱり私はコウコのいなくなったこの世界を美しいとは思えない。アポロンとダブネの物語は今でも私にとって悲劇だ。クロエ、糸を殴って。なんだい。連れて帰ってきました。特定波長の超音波を流してみたが、効果てきめんのようだね。高感度な生命体なんかには効くんだよ、これ。音を感じる器官が特殊なのだろうね。苦しんでるな。この抑止装置は私に使っているのと同じ。え？なんかそれさ、クロエを作ったのももしかして、クロエを作った時ももしかして、なんかメテオラを何かを使ったみたいな感じじゃない？ジュリー博士、一体何？だからこそクロエと同じ音波でこう苦しみを感じ、こんな感じなん？もしかしてクロエが苦しみの時も、外から見たら。メテオラを地下に連れてくるなんてあまりにも無謀すぎます。無謀なのは承知の上だよ、アオバ。リスクなしで科学を先に進めようなんて、それこそ虫のいい話だ。それがどれだけの人の命を危険にさらすと。おっと、青葉は本当にうるさいね。このメテオラも叫びがやたらやかましい。どれ、少し自由を与えてみるか。もはや実験動物やもんな、扱いが。瞳はコウコとそっくりだ。量子画像解析しても違いが見当たらないくらいだよ。ウリ二つなんだよな。その飛び込み方はさっきも見たな。ホログラムだというのがわからないのかい？性能だね。獣ものと変わらない。やはりお前の狙いはクロエだったか。同胞を殺してきたマキアパイロットが憎いのか。クロエ、これで分かったろ。こいつはコウコの形を取ることでお前たち人を惑わし、チャンスを伺っていたんだ。そしていざクロエに接近した途端、本性を表したというわけだ。敵だこいつは。そうなのか。こいつは今のうちに殺しておくべきだ。これ以上変身する前に。はあ、殺す？バカ言っちゃいけないよ。こんなキュートでそそる検体を手放すものか。めっちゃ暴れ回ってるやん。うわぁ、怖ぁ。随分と身体能力も高そうだ。全身のバネは獣というよりもはや昆虫の域にある。ジャンプ力が高いってことか。すごいな、この演じを。人もさ、
東京クロノスの二階堂カレンを演じた人がそのまま演じようわけだけどさ、このキャラクターを。しかし、ただ見ているだけというのも面白くない。テアにご対面してみるのもいいかもわからん。マジで？ジュリー博士。行くのかい？こいつがおるところに。あ、行ったんじゃ。ハロー、メテオラ。さあ、おいで。異種間交流のハグをしようじゃないか。博士。あはははははは。腕、おい、博士の腕が。なんなんだよ、あいつ。もうすぐに再生するんだろうから、まあ、生きるんだろうなと思いながらも。この腕を一撃で刈り取るとは、予想以上の攻撃力だ。噛むのではなく爪で来るあたり、食肉目かな。烈肉しは見当たらないな。雑食？その体、何でスキャンしても中を覗けないから、目視で確認するしかないんだよね。のんきか。手腕で突き切られたのにのんきかってやつはもうな。おい博士、そろそろやめとけよ。さすが博士だ、お眼鏡にかなうと。熱心に干渉してくれるじゃないか。どうだいメテオラ、私の腕は。どういう感情してるんだろうな。おや、この腕の造形美を返さないと。知性と感性は獣同然のレベルにあるようだ。いやー、これに興味持つ人はそんなにおらんと思うけどな、私は。この首が欲しいかい？もう、審美眼に乏しいものに、この首はやれないね。おぉ、痛めつける。獣ごときが人の知性をなめるんじゃない。私はこの手に一度掴んだものに逆らわれるのがこの世で何より一番許せないんだよね。うわ、ジュリア博士がおるんとオランドの手はえらいさ、物語の黒さがだいぶ変わってくるよな。たとえ手を刈り取られてもお前という存在を掴んで握って話はしない。しかしこいつどうやって調べるべきだろうね。アニゴアニゴ、ちょっと分解してみるべきですよアニゴ。ちょっと弟キャラしとこう。元気に部屋買いさせることもできるし、弱らせて拘束することもできる。バラして隅々調べることも可能かもしれない。よっと、見たまえ。髪の毛、本体から切り離された体組織がすぐには消滅しないんだ。確かにこんなに細いんだったらすぐに消滅してもおかしくないのがメテオラだろ。消えはするがタイムラグがある。これは他のメテオラにはない特性だ。あれか、高校の DNA がメテオラの DNA をちょっと変化させた結果っていうじゃんかな。消滅までの時間をさらに引き延ばす術を見つけさえすれば解体や解剖も可能となる。ねえクロエ、何ですか？メテオラの処遇をどうすべきだと思う？君の意見を聞きたいのだが。そんなん俺に聞いてこないでください、ジュリア博士。散々自分の好きなままにやっておいて、こんなタイミングで私のことを頼らないでくださいよ。コウコちゃんの親友であるクロエの意見をね。殺すべきだ、決まってるだろ。今は人の形をとどめているように見えるが、もしこいつがメテオラの本性を取り戻したら、その時はこの年も終わりかもしれないんだぞ。そうだよ、早く殺さねえと。クロエを狙いに来たんだぜそいつ。よりにもよってコウコの姿で。アホどもの話は聞いてない。私はクロエ。アホども扱いされてる、この二人。このゲームをアホトップ2にされてる。クロエ、このメテオラの処遇をどうすべきだと思う？こんなんを俺に判断を求めてくる方が間違ってますからね。おや、決断から逃げるのかい？まあそれもいい。判断できるかこんな。殺せ殺せとわめき散らされるより、その方がよっぽど好感が持てる。クロエ、お前
顔色が真っ青だぞ。マジで？少し休んだ方がいい。クロエは一旦帰りなよ。もうこんな状況やけんな、正確な判断ができるわけもなかった。こっちを見るな、可愛い顔で。待ちたまえ。どうした？クロエ少尉、君はこのメテオラを制御するための操り糸だ。は？そばにいたまえ。え？世話係命じられた。操り糸。このメテオラ特殊個体は長い年月の間、旅衆として虐げられ続けた人類の起死回生の一手そのものといえる。皆も見ていただろう、分裂型のメテオラを一周したあの圧倒的な戦闘を。このメテオラ特殊個体を制御することができれば、人類は地上を奪還することすら可能となるだろう。へえ、こんなに小さいのにかい？小さくなるなら大きくもなるでしょう、どこまでも。それはどういうことですか？セクハラ的な意味で言ってませんよね？そう、きっとこれが巨大化するときがあるんかな、今後。天をつくような巨人にさえもすごい顔になってる、すごいドヤ顔してる。特殊個体はこれまで4度にわたり変身を遂げてきた。メテオラから球体、球体から人型に、人型から別の人型に、そして次は人のように。はあ。変身のトリガーとなるのはクロエ少尉、いつも君のようだ。そうだったっけ？メテオラ特殊個体にとって君が特別であることは疑いようがない。君自身そう感じているんじゃないか。そうかもしれん。その様子だと気づいているのだろうな。そうなあ。あの特殊個体がまだ巨大だった状態の時、二度も君を助けるような動きをした。そうやもんな。何かしらクロエに対して何か感情がある。あのメテオラが盾にならなければ君は死んでいたかもしれない。いや、死んでましたね。だってコックピット破かれて中見えとった状態だったもんね。しかも機体が制御不能って、あの状態だったらあれで脱出もできんかったけんな。死んどってもおかしくない戦闘だったけど。だが頭では理解していても心では素直に認めることができないようだ。自分がメテオラに助けられたということ。あれは偶然です。そうだ、偶然に決まっている。メテオラ同士で争っている様がクロエを助けたように見えただけだ。よろしい、ならば君たちの迷いを払拭してみよう。というと？テイタ司令。ん？何を？クロエ少尉、君を殺そう。おおおお、大胆なことしてきてる。テイタ、お前。クロエ。お、反応している。ちょっとコークの感情が残っとるんかな。お前は私を殺しに来たメテオラのはずじゃん。お前はただのコークの仇のはずじゃん。中に二人いるのかもよ。半分はメテオラで、でももう半分はコークなのかも。そう言われてみればそうかもしれない。困ったことになったね、クロエ。仮にもし半分が候補であるならば、君は特殊個体を処分できない。候補を殺すことになってしまうから。わあ、ジレンマだ。なんで怒った？決まりだ。やはりこの特殊個体にとって勝利は守るべきものでもあるようだ。傷つけたいのに守りたい。一見矛盾しているようだが、殺意と保護欲は時に同居しうる。クロエ少尉、君をメテオラ特殊個体の監視役に任命する。わ、めんどくさそう。監視役。興
凶暴な特殊個体の監視だなんて、何かの事故が起こらないとも限りません。あまりにも危険度が高い。しかもまたいつ巨大化するか。データ司令、クロエから離れてください。今日の司令はおかしい。何考えてるかわかんねえよ。いや、前もやからおかしいわ。分かっとうけどさ、俺は前もやからデータ司令がおかしいってことは分かってたけどさ。その感覚は正しい。何をするかわからないものは恐怖の対象となる。恐れの根源とはわからないだからね。そうやな、わからないからこそ怯えてしまう。君たちのメテオラ特殊個体への恐れも同じところを根源としている。メテオラとは何かわからない。どこから来たのかわからない。どう扱えばいいのかわからない。しかし恐れを取り除く方法が一つだけある。慣れることかな。レッテルを貼ることだ。レッテル。我々の論理や理屈の中に特殊個体を落とし込むということだ。理解の及ばないものは無理にでも理解してしまう限り、まずは名付けだ。特殊個体に個体名を与えよう。うわあ、なるほどね。博士、命名の権利はあなたにこそある。名前なんてどうでもいい。私が興味あるのは側じゃなくて中身だからね。ジュリア博士らしいこと言ってる。博士、名前は大切ですよ。対象の見え方を嫌おうなく左右する。例えば仮に特殊個体にコウコという個体名がついていたとしたらどうでしょう。ああ、クロエにとっては特殊な名前やもんな。亡きコウコ心得そのものに見えてきませんか。目がよく似ていますからね。博士が命名権を放棄するというのなら、他に候補を募るとしようか。適当な名前を考えるなよ、みんな。どうかね、クロエ少尉。コウコ心得と近しい関係であった君であれば、それらしいネーミングを思いつくのか。思いつくもんなん、これ。わかった、考えてみますよ、司令。私が私には思いつきません。思いつかんかったわ。思いつかんかったわ、結局。データ司令、姿がどうあれメテオラはメテオラでしょう。そんなことでこれ以上クロエのことを。ほう、そんなことか。知らない対象を知ろうとするこの行為が。いや、すみません。ただ何と呼ぼうが、あれは人食いメテオラだろうって。人食いメテオラか。まさに君の抱く恐怖を象徴するようなネーミングじゃないか。君が恐れそう呼び続ける限り、君にとってあのメテオラは人食いであり続ける。コウコ心得の死の真相もわからぬまま、あれが本当に人を食うのかも確かめぬままに、決めつけ断定し、あらゆる可能性を否定して、さてそんなことと言えるのはどっちだ。ああ、なんかすごい深いことを言ってる。勝手に決めつけて、相手のことを固定させて、本当か否か知るままに敵を攻撃してしまう。そういうところが人間にはあります。ツイッターでは何人も見て生きております、そんな人のこと。ちょっと深いことを言ってる。司令、でしたら、アニマというのはどうでしょう。お前が決めるんかーい。アニマでどういう意味かーい。魂のことだね。息をするもの、その息吹を指し示す言葉だ。そうなんじゃ。それに女性的な性質という意味も含みます。アニマ、アニムス、こちらの意味は比較的新しいものですが、ほう、重なる意味、古代の言葉、司令の好みかと。いいだろう。では特殊個体の名はアニマだ。タグ付けは任せよう。貼り付けろ。貼り付けろ。書き込んでいきたまえ。君たちの解釈を。いずれ恐れは消えていく。騒がせたね。船頭は船底に去るとしよう。それでアニマって名前がつくんじゃ。なるほど。データ司令、何考えてんだ。
あんなヤバい人だったのかよ。そうだよ、ヤバい人だったよ。違うルートだったらみんなを死に追いやったよ。俺、司令のことずっと尊敬してたんだ。寡黙でなかなか表に出てこねえけど、言葉は的確で、父さんもデータはすごいやつだっていつも。わざとなんじゃないかな。あ？わざと？ガス抜きをしたんだよ。みんなの感情を自分に集約することで混乱を収めようと。はあ、自分が標的になろうとか。それは好意的に見過ぎなんじゃないのか。単にデイターも混乱しているだけのように見えたぞ。そうで？あの人のことはわからねえ。クロエもそう思う。うわ、そんなん聞いてきないでください。山田派ですね。正気の沙汰とは思えない。正気の沙汰とは思えませんね。食ったメテオラをコークの名で呼ぶなんて。あいつ頭おかしいからな。それはそうだね。だろう、青葉。そうだろう、お前。まあでも青葉が丸く収めてくれて助かったぜ。とっさによく考えたな、アニマなんて名前。なんとなく思いついただけだよ。うん、お前結構本読んでるかな。それにクロエに命名させるのは辛そうだったし。すまない、コークのことになるとどうしても私は。仕方ねえや、コークはクロエの大切な友達だもんな。そうだ、コークがいたからこそクロエはここまで来れたってところがあるから、大切な人なんだよね。 おいクロエ。に及んでまだこいつ。これからはクロエが君のお世話係だ。任命されちまったわ。教えてくれよ、あらゆることを。よろしくね、アニマ。とりあえずお手から始めようが。まずはおさらいから始めよう。はい。メテオラ特殊個体改め、アニマ。当初アニマは通常のメテオラとして現れた。そうやな、最初は通常の状態で出たってことで考えていいんじゃ。おお、現状は小型化。こんな感じだったな。次は一体どんな変身を遂げるか。あくまで変身してこうなったっていう、そういう感じなんやな。第3形態みたいな感じだったな。今のさ、サイズが人のサイズになった時が第三形態みたいになかったから。おいおい、入って俺青葉じゃないわ。もしこいつが本来のメテオラみたいに巨大化したら、街は。ありえうるよな。街の中でさ、いきなり巨大化っていうパターンもな、十分考えられる。質量にもよるけど、メテオラならプロメテウスのある中間層ごと地下都市を崩落させる恐れだってある。大惨事じゃねえか。大惨事どころじゃないな。というか、それこそがアニマの役割だとノアちゃんは睨んでいる。ああ、敵が送り込んでみたいな。アニマに課せられた任務はクロエの確実な殺害および地下世界の壊滅。私の庇護する都市の人間たちを危険にさらすなど看過しがたい。即刻処断するべきだ。そういう考えになってしまうよな。もっともメテオラがそんなに知能的な行動してくるかっていうのはちょっと疑問なところやけどな。アニマはメテオラだからね。でも僕は正直まだしばらくアニマを生かしておくべきだと思ってる。お、そう、その心は？なんでだよ。どうしても気になってしまうんだ。ん？クロエを殺しに来たのだとしたら、どうしてアニマはクロエを助けようとするのかなって。そうだな、そうなるわな。もし敵の、あ、でもさ、敵から送れられてきたとしても、もしかしたらあの、こうこここの絵の心が残っているかもしれない。こうこここの絵の心がな。そんなのは単純な話だ。獲物を他に横取りされたくなかっただけだろう。何それ、自分でやりたいみたいな、自分で倒したいみたいな、サイヤ人みたいな考え方なんなん。ドラゴンボールのキャラクターによくありがちな自分が倒すみたいな考え方なんなん。多いんだよ、メテオラにも
アニマにも。それに、うん、アルトデス BC 東京クロノスの時みたいなぐらいにさ、謎をだいぶ残してきたからな。なんだ俺のことを見て、なんだ俺にも謎が多いと言いたいのか。あのメテオラは私のオリジナルの仇だ。クロエ、お前は当然あれを排除すべきだと思うよな。多分今迷っとるんじゃないかな、実際には。クロエ、わからない。わからないとはなんだ。まだあいつの中にコウコが入っているとでも思っているのか。違う、あいつの爪は私のことを傷つけた。そうだな、助けたのか、なんか攻撃してきたのか、ようわからんところあるよな。コウコはそんなことをしない。だったら。でもまたわからなくなった。私に銃を向けるデータ指令に飛びかかったあいつを見た瞬間に。データラメないよな、行動の原理っていうのがさ。だからそれは形として助けられたからといってあいつがコウコだなんて言うつもりはない。ああ。でも不可解なことが多すぎる。メテオラのことも特殊個体のことも。それにわからないことだらけだ。コウコのこともわからない。今回るそんなのは嫌だやけんな。お前一周目そんな感じで終わったからな。わからないことをそのままにして遠ざけると後悔することに。そうですね、一周目そんな感じで終わりましたからね。なんだ。違う、その音じゃない。メテオラだったらパーンパーンみたいな、もうちょい警告的な音流れると思うやけどな。明らかにスマホの着信みたいな、スマホのなんかツイッターが更新されましたみたいな、ツイッターのリップが来ましたみたいな感じ。みんなスフィアを見て。何？え？あ、ちゃんとここでこの世界観の SNS でこんな感じで。何やったっけな、これ。この、なんか、あったな、アンドルフみたいなやつ。なんて嘘組織だったっけ、プロメテオス。え？あ、プロメテオスは俺らの組織であって、こいつら何やったっけ。いや、待て、意味がわからんとか、血を吸うっていう噂あるし、あの博士ならやるでしょ。あ、ジュディ博士。ジュディ博士。あの博士ならやるでしょ、扱いされてるやん、市民から。もう噂になっとんやな。この、え、何度かって組織、組織の名前忘れたわ。プロメテウスが裏切っても私の筋肉は裏切らないよ。思いっきり出たツイートしてる人おるしな。もう肝心に SNS って感じのさ、メッセージがいろいろ並んどんやな、これ。へぇ、面白いな、これ。物語の途中で、こう、SNS 見せられるときあるんやな。この仮面のマーク。パトロックスの仕業だ。あ、そうそうそう、パトロックス、パトロックス。わざだ。完全に名前忘れとったわ。けどマーク、あの仮面のマーク出てくるけど、ハッキングしてきとんか。パトロックスって、よくスフィアとか、街の壁に落書きしてる奴らだろ。いつもいつもこいつら、俺たちのことをまるで悪者みてえに。だいたいここに書かれてる情報なんて嘘ばっかりじゃねえか。推測がだいぶ戻っとったもんな。富を独占している、ふざけんなよ。命がけでメテオラと戦ってるのは金のためなんかじゃねえ。多分これ政治家に対してのさ、市民の意見みたいな感じのになんか近いところがあるんだろうかな。そんな感じがするな。人型メテオラの画像、こんな最重要機密を抜かれるなんて。ジュリー博士と僕でかなり固くセキュリティは固めていたはずなのに。なんかさ、根回ししてるような気がするな、誰か裏で。またデータ指令なんか裏で動いてないかななんて。
それはないか。ここ2年ぐらいのパトロックスは妙に情報戦に強く、プロメテオスに敵対的だ。なんかさ、ほんまなんか同じ通者おりそうな気がするわ。おいおい、他の奴らもこんな見え見えの嘘に乗るなよ。SNS ってそんな感じですよね。なんか乗っかっちゃうしな、嘘だと、冷静に考えたら嘘だという情報でもさ、載せられた時ありますよね、SNS。リソースの限られたこの世界の中では、どうしても社会に格差は生じてしまう。でも、自分がどの階層にいるかなんて気にしなければ幸せに生きることは可能だ。そうだな。開き直っちまえばいいのよ。自分がそれほど裕福じゃないと考えたってもさ、それなりにさ、うまくやっていけば幸せなのよ。テクスチャで見た目を整えて、リブラに思考を委ねていればいいんだからね。なんかそれはちょっと逆にあるかもしれんけどさ。なんかリブラ中心の生活とか、リブラなしで生きていけないみたいな言い。そんな感じの言い方ってちょっと、それはちょっとなんか余すかんけどさ。でも人は、格差を目の当たりにし、自分の惨めさを目の当たりにさせられると、怒りと妬みを憎しみに変える。そうやって自分の貧しさの原因を社会の中に追い求めるようになるんだよ。なんか深いこと言ってる。そうしていつしか疲れ果て、ついには根も葉もない陰謀論に飛びついてしまうんだ。それがネット社会ってやつか。青葉の言ってることは難しくてよくわかんねえけど。わかってないんか。さすがヤマト、考えるは苦手そうだもんな。やべえだろ、デモなんて起こったら誰か怪我するかもしれねえぞ。なんとかして止めねえと。そうだね、分析なんてしている場合じゃない。町に行こう。冷静になるようにデモ参加者に呼びかけないと。あ、こんな展開になるんだな。なんかいきなり話変わったな。名前が出てこん。やばい、メインキャラの名前がアニマじゃ。アニマって言おうとしたらなんかアニマって名前が出てこんかった。なんでだよ。アニマの話だったのにさ、いきなりデモ、なんかパトロックスのさ、デモとかの話に変わったな、いきなり。まだ規模が大きくなる前だったら僕たちでも止められるかもしれない。おう、大規模化してからじゃ遅い。警備ドローン、アルゴスの一斉鎮圧だってあり得る。そしたら事態は泥沼だ。そうやな、日本ではいいんやけど、海外みたいなさ、警察がボートを止めにかかるような、ああいうことになるかもしれんな。でもどうすりゃいいんだ。でも参加者の興奮を落ち着かせる方法なんて。そりゃ歌でしょ。わ、マクロスフロンティア的な感じになってきたよ。マクロス的な話になってきたぞ。おいおいおい、歌姫、絶対さ、これは私だなって、そういう動画をしてるだろ、お前。心配ない。ですよね。もう分かりきったレベルで自覚しとるわ、この人。人じゃないな。人じゃないけど。比較が悲しみを生むというなら、アークノアがそんなもの否定する。私は拒絶する。規制？階級？格差？階層？知らないわ、そんなもの。おお、知らないわ。比べることに意味はないもの。人の命はその一つ一つが宝物。寄り添うためにノアはいる。でもさ、ノアもしこう歌手デビューしてさ、 CD の売り上げランキングとかそういうオリコンとかあんま振るわんかったらさ、怒りそうだな、なんか。ノアちゃんはもうちょい上のはずなのにみたいな、ちょっと怒りそうな気がするな、なんか。でも待っていて、みんなすぐに行くから。 I'll be back。 街に向かったのかな。なら俺たちも急がねえと。マジで歌姫な感じが見えたな、ノアの。仮面をつけたやつを見つけたら一人残らず捕まえてやる。街は危険だ。下手したら俺たちパイロットも狙われるかもしれない。あり得るな。あの特殊個体のせいで気もめいってるだろうし。クロエ、お前は部屋で待っててもいいんだぜ。でもそんなわけにはいかんでしょ。強がっちゃえ。今さら何を心配している。忘れたのか、私はデザインだ。忘れたのか、私は赤服だよみたいな。
ルナマリアホークみたいな感じで言い方って。お前たちよりも頑丈にできている。体も当然心もな。心の方はちょっとどうなんかなって思うんですけどね。由来でばっかやけんな。心も本当かよ。ほらヤマトにすらそう言われてるからな。俺もそう思うわ。ちょっとヤマト俺も同感。言われなくてもだ。気をつけてくれよ。絶対由来度ははずやけんな。